えーと、おそばちゃんさんからです。ありがとう。まえちゃんこんばんは。こんばんは。僕とお話しましょう。しましょう。僕は21歳にして、やっと自分磨きをしようと思い、とりあえず髪を染め、シャンプー、リンスを変えて、ヘアオイルをつけてみることにしました。そこで、まえちゃん的に男性にはここに気をつけてほしいとか、ここよく見るとかあったら教えてほしいです。それとまえちゃんの使ってるコスメで、男子でも使えそうなのがあったら、ご教授ください。え、いいじゃん素晴らしい。21歳早いね。結構。 すごい、いい、いい段階でスタートできてると思いますよ。シャンプー、リンスを変えてヘアオイルをつける。ヘアオイルって何男性のつけるヘアオイルってまた違うのかな髪の毛スルスルになるやつええー。いや、いいと思う。ヘアオイル。あとヘアミルクがおすすめですよ。髪の毛は柔らかくするんだったらね。うん。男性に気をつけてほしいところか。ここよく見る。うん もうさ、あの、ああ一個。先週も話したけど、その、なんか、い、モテる男性のやつっていうので、いい匂いがする、みたいな。それに、まあ、こう、同じような、反対の意味みたいなとこもあるんですけど、あの、私、粉っぽい匂いすごい苦手なのね。で、あの、消臭スプレーみたいないあるじゃないチャーみたいな。あの、あれいうので、あれの匂いすると結構、なんか、わってなっちゃう。うん。あれが あ,のあれ無臭がいいいと思いますそうあれのフルーツの香りとか、ストラスの香りとかだと、なんか、高校生の時の、あの、教室でみんなが運動を終わった後と思い出したよね、なんか、わー <laughs>、混ざってる <laughs>。 ああ、今日も、うん。女子も男子も一緒なんや、あれは。一緒、こういう感じになっちゃうから、<laughs> もう無臭なやつを使うのがベスト。で、なんなら香水つけたら香水を上からつけた方が全然いいと思います。あれで細かくするのはちょっと私はお勧めしませんね。だからあの、こういう冷たいやつも、あれ無臭なやつがいいと思う。なんか、汗を拭くやつあるじゃん。あれも香りつきだと、な妙に粉っぽい香りがするんですよね。<laughs> で私の使ってるコスメで男性が使えそうなもの男性が使えそうなものなんだろうなうんあんまり日焼け止めもや使えないだろうなうんなんかいいなんか蜂蜜とかだよ蜂蜜の香りのみたいな女子っぽいやつだよなんかあったかなうんあ私だからお風呂場とかに置いてあるラインナップとかってことだよね化粧水 あんまないかもな。リップとかは、前に、あの、えっと、オードリーの、どっちだったかなカスガさんだったかなだど,ど、ちょっとどっちだったか忘れちゃいましたけどお、お二人が言ってたやつをリップ買ったことがあって、それは良かった。それは多分男性も使いやすいと、となん商品名が全然出てこないんだけど。<ー> <laughs> そう、ラジオで言ってたやつ。うん オードリー・ドリリップで出てくると思うけどね私も買ってみたんですけど、うん、よかったですよあれは。<music>